アンネリ・アルハンコ。アンネリ・アルハンコは、スウェーデンのバレエダンサー、女優である。フィンランド系ロシア人を両親として、コロンビアのボゴタに生まれた。1963年から1971年まで、ストックホルムのバレエ学校でバレエを学び、1971年にスウェーデン王立バレエ団に入団した。同年、ルドルフ・ヌレーフ振り付けによるくるみ割り人形で初の大役を与えられた。1972年にはバルナ国際バレエコンクールに出場して銀メダルを獲得した。1973年にソリストになり、3年後にはプリンシパルダンサーに昇格した。1984年にスウェーデンのバレエダンサーとしては初めてプリマバレリーナ・アッソルータの称号を授与された。1990年にはスウェーデン国王カール16世、グスタフからデーム及び宮廷ダンサーの称号を授与されている。世界各地で活躍し、1984年にはガリーナ・ウラノワからジゼルの直伝を受けた。レパートリーはクラシックバレエはもとよりマクミラン、クランコ、ノイマイヤーなど幅広い。2010年1月、ストックホルムに舞踊学校ベース23を創立した。なお、2006年度のミススウェーデンに選ばれたモデルで女優のユセフィナ・アルハンコは名にあたる。ABCDアネリ・アルハンコプリマバレリーナ・アソルター、ダメ、2010年12月30日閲覧。ベース23、ストックホルムダンスアカデミー2010年12月30日、閲覧。同年のミスユニバースでは、セミファイナリストとなっている。ありがとうございます。